防芸引き分けは、天文23年5月12日に、数王国の大内義長、東春方に対して、秋国の毛利元成が断交した出来事である。この引き分けとは、関係が決裂したことを表す言葉で、合戦そのものを指すわけではないが、防芸引き分けの対外的な表明となった戦いも、合わせて解説する。大内氏。 第三十一代当主の大内義高は、天文20年に、大内重臣、東高房によって、自害に追い込まれた。毛利氏は、長年を大内氏に侵入していたが、秋国での吉高氏自派の諸情を攻略して、高房の無本に同調。その後も、大内の家徳を継いだ、大内義長と、実権を握った、東春方に従い、 大内氏に侵入する毛利氏の関係は従来通りに維持されていた。元成の着難である毛利隆元は学府、吉高の敵討ちを兼ねてより主張していたが、元成は毛利、大内の力の差などを現実的に判断して思いとどまった。むしろこの機会を通じて秋国人領主たちの掌握に尽力し、元氏への勢力拡大に成功した。 元成と春方の意見が対立した旗返し山城。画像左側は、城攻めで、毛利軍が陣を構えた、陣床山山城があった。大内氏と交渉を繰り広げていた、天子春久が、大内の支配下だった、貧乏国に出陣すると、政変後の処理に追われる議長、春方に代わって元成と秋国人衆が対抗。天文21年7月から翌22年10月まで、 断続的に続いた攻防の末に、天古を撤退に追い込んだ。一方で、天古撃退後の秋、ビンゴ周辺の戦後処理をめぐって、元成と春方の間には、確執が生まれ始める。10月19日夜に陥落したビンゴ旗、返し山城に関しては、この旗返し城を、もう年家は守りたいとする元成に対して、春方は、当家心のエラふさを常盤とした。 春方が元なりの意見を蹴ったのは、毛利がこれ以上勢力を伸長することを心よく思わなかったためとされ、エラには毛利の監視という役割も担っていたと考えられる。その頃、吉高に恩義があった、岩見国三本松城主の吉見正よりが、当春方だ倒を目指して挙兵。正よりはすでに5月には、吉田軍山城に使者を使わしており、毛利の力添えを要請していた。 一方、吉高の敵打ちという大義名分のある吉見軍に苦戦していた春方らは天文23年の春に大規模な岩見遠征を計画、同年正月頃に毛利と秋国人衆の出兵を元成に要請した。吉見正よりと大内義長、当春方の双方から来園を求められた元成だが、当初は自主独立は時期尚早として、 春方側への参陣を考えていた。しかし、流言は、唐へ火星は、やむを得ないとしても、父が拘束される恐れがある。もう年へ存続のため、名代として、自分や、元春が出陣すれば義理立てはできると主張し、無。年明け後の書状には、毛利と唐はいずれ決裂するので、こちらが有利な時に断行するべきとまで書き残している。天文23年3月1日。 大内義長を総大将とする大内軍は三本松城を目指して出陣。しかし元成は参陣する気配を見せなかった。すでに春方は秋国人衆の名手である元成を通さずに秋の国人たちに出陣を催促する書状を二月下旬により送っていた。国人らに直接指示を出して毛利と他の国人たちを分断しようと格索したのである。 しかし3月に密使が平賀広子穂と構想に捉らえられてしまう。元なりの働きで平賀子最高を成し遂げることができた恩があり、毛利への忠誠を示す広子穂らは、これまでの書状とともに密使の層を元なりに突き出したのである。これは、秋、ビンゴの国人領主たちを取りまとめる権限を元なりに与えるとした約束に反することであり、元なりも、 高草との対決を最終的に決意する。5月11日、ついに元成は、天野市、平賀市、阿蘇沼市などに対して、大内、等と断交する旨を伝えた。5月12日、挙兵した元成は、毛利、吉川、小早川の軍勢に、熊谷信長ら、帰国人衆を急行した、兵三千で出陣。最初に、栗田日五入道が乗番を務める佐藤銀山城を、 攻める。しかし、毛利家臣の子玉なり方による説得で戦わずして、城は海上。栗田肥後入道は、洲王へ送還された。多数の城兵が岩見遠征軍に送られているなどして、守兵がほとんどいなかったと考えられている。さらに、毛利軍は、小井城を攻めるも、城氏小井直行に戦う意思はなく降伏した。その後、毛利軍は、 エラ県船が守る桜尾城へ進軍。四条の草津城を落とし、その勢いで桜尾城も落とした。元春と信直の事前の調略により芝叩く間に桜尾城を占拠したと伝えられる。五島の対岸にある桜尾城が陥落したことにより、五島も戻りがダッシュも手に入れ、香川光景を常盤とした。そして草津城に小玉成方。 桜尾城に、桂元住五福島に、恋直行を置いて、これを守らせた。秋から大内方勢力を移送した毛利氏は、大内氏、当氏との全面対決の準備を急速に整えていった。また、毛利勢の攻撃から7日後の5月19日付で、春方が、久保県へに与えた書状では、今度の毛利氏の悪逆の企ては、猛悪武道のいすところだと記している。 毛利氏側では、春方戦士後の工事年間になると、これを防芸引き分けと称し、党、毛利の対等の争いと表現するようになる。ありがとうございます。